Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットピットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドウォーZの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、世界一、ワールドウォーZ世界一のヘルレイザーを紹介ということでね、何のことだという話なんだけれども、スピードランでめちゃくちゃ上手い人たちが今2人いるんですね、現在世界で。この2人がめちゃくちゃワールドウォーZ上手いんですよ。で、そのうちの1位の人がまずぶっちぎりという、まあぶっちぎりだね、ぶっちぎりでうまいんだけど、その人が使ってるヘルレイザーの紹介をしようかなと思います。これ興味深いでしょ？私もね、これね、いろいろ研究して使わせてもらったりしてんだけど、やっぱね、強いですね。すごく使いやすいし強い。そしてさらに一人でいろいろね、やっぱスピードランするために特化されてるなという印象がありました。で、どんなのかっていうと、まず一つ目に単独の火力に特化してます。まあヘルレイザーの特徴としてね、一人がすごく強いっていうのがあるんですよね。で、マスクの代わりに C4 を持ってます。まあこれはいつもみんなそうだよね、 C4 持ってる人結構多いよね。で、三つ目が背中に背負うヘビーウェポンのグレネードランチャー、グレポン、これに何もかも集中するような、もしくはこれを一番活かせるようなスキル構成になっております。で、スキル構成こんな感じなんですけれども、日本語版の人はね、形ポジションは一緒なんで、その形だけ覚えていただければこれと同じヘルレイザー作れるんですけれども、まず一つ目は真ん中で、二つ目は一番下、最初のやつは真ん中が C4 にね、ゾンビが寄ってくるってやつで、二つ目は一番下にしないとクレームはなっちゃうんでね、とにかく一番下です。で、三つ目が真ん中で全ての爆発系の武器がゾンビに対して 1.5 倍のダメージになるという、これ結構重要なやつですね。で、1個飛ばして2段目の1つ目が一番上、これ特殊ゾンビに対するね、攻撃力が上がるってやつにして、で、真ん中が15匹のゾンビを素早く倒すと C4 が復活するっていう、補充されるってやつですね。これがいいと思います。なぜなら倒し続けるからね、フェルレイザーとかは。そうすると勝手に増えてくる。ただ60秒間のクールダウンタイムがあるんで、ずっとってわけにはいかないんですけれども、これがあれば C4 がね、かなり使えるようになりますんで、バック取らなくて、拾わなくてよくなりますね。で、次が上2つならどっちでもいいと思うんですけれども、 C4 とかクレイマーでゾンビを殺した場合にね、プライマリーウェポンの弾が補充されるってやつで、その弾の補充され方が違うってだけですね。一番下でもいいけど、ちょっと下は弾があるものが増えるわけじゃなくて、なんだろう、リロードされるだけなんでね、上の2つのどっちかがいいんじゃないかなと思います。そしたら長い間戦えるヘルレーザーになると思います。で、また次の段に行って、ここが重要で、真ん中のヘビーウェポンの段数が増えるというやつにするのがかなり重要です。これがかなり肝となります。これあるとね、すごくヘビーウェポンが強くなる。グレポンが特に強くなるんだけれども、ロケットランチャーも2発撃てるようになるし、ヘビーウェポンが圧倒的に強くなります。特に爆発系のヘビーウェポン、これが圧倒的に強くなるんで、絶対真ん中にしてください。ここで上のファイヤーにしちゃうと、これがなくなっちゃうんで、ちょっと損しちゃうかなって感じですね。で、その次が、私もともとはこの真ん中のザンパーを進めてたんですけれども、セカンダリーウェポンでグレネードランチャー持っていくやつね。ここザンパーじゃなくて、一番下ヘビーウェポンでグレポンを持っていくってやつ、これにしてください。そうするとヘビーウェポンのグレポンが 1.5 倍の弾数と 1.5 倍の攻撃力になるんですね。もうさっきのと合わせるとすごい弾数の増加になるので、ほぼ倍近い増加になるんですね。凄まじい、もうグレポンの雨を降らすことができるようになるんで、これがね、ものすごい強力です。で、一番最後は真ん中の15匹のゾンビを素早く倒すとヘルスブーストがかかるというやつがおすすめです。ヘルレイザーなんだけれども、どうせゾンビ殺し続けるから、どんどんヘルスブーストがね、かかってってメディックいらないみたいな感じになりますね。こんな感じの作りが、一応ワールドウォーZスピードラン世界一の人が使ってるヘルレイザーと、ヘルレイザーで世界一取ってます。だからこの人はね、すっごく上手です。すっごく上手。だから私もね、真似事してこのヘルレーザーでね、どんな感じになるか出てってみたいと思います。さあ、それではやっていきましょう。タイムフォアタックですね。このヘルレイザーでワールドを W1 ヘルレイザーだよね、要するにW1 ヘルレイザーでどこまで私もやれるかやっていきましょう。難易度はね、エクストリームプラスミューテーターの経験値上げ仕様となっております。皆さんがね、よく使ってるかなという難易度なんで、だ特殊ゾンビとかいないです。ミューテーターのことに関してはね、もうこれまで結構動画で出してるんで、概要欄にちょっと書いておきますけれども、よかったら参考にしてみてください。このミューテーター入れたエクストリームの難易度でソロで出るっていうのは、どの面に出るにしても一番効率がいいレベルの上げ方、お金の稼ぎ方、コインの稼ぎ方ということになっておりますって感じですよね。さあ、いい感じだぞ。私もヘルレイザーでどこまでやれるか。でもあれですね、スピードラン用に特化してるから、若干の調整はいるかもね。ステージとかにも合わせて、こっちの方がいい、あれだよね、一番最後もしかしたらブリーチングチャージにした方がいいとかいう時もあるかもしれないからね。まあその辺はね、皆さんのお好みでいいかと思います。パーティーに出るとき仕様にね、自分用にカスタマイズするのがいいんじゃないかななんて思いますけれども。さあ、行きましょう。
まあ一応スピードランということでね、私もこの面どこまでスピードランできるかっていうか、エクストリームプラスのルールでやってる人私しかいないから、結局私のルールで私が世界一なんだよねみたいな感じなんだけど、まあこれはこれでね楽しいし、経験値上げにもいいから私はやってみます。まあ経験値いらないんだけど、私ドカーンといい感じだ。ちょっとね、C4 がやっぱり使いやすいですね。この、あててててまあいいや、後ろはね、仲間に任せましょう。とにかくスピードランの場合だけど、バスを止めないことが重要なんですよね。これがね、うまいんですよ、やっぱり。で難しい、でもあと、バスがね、ちょっとでも止まっちゃうとね、結構タイムロスになっちゃうんですよね。1分ぐらい変わっちゃったりすることあるから、びっくりですよ。びっくりするほど変わる、本当に。よし、行こう。アサルトライフル、いい感じだ。かかってきなさい。ドカカ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 。基本、スピードランのね、世界1、2位の人たちは、イージーかハード。をやってますね。イージーかハードで全面世界一位取ってますね。あとはもう全面通して東京なら東京1から3まで一気に通して何分だったみたいな、そんな感じのルールでやってますね。あれすごいわ集中力が続かないと思う。でも大丈夫だな、30分以内にねクリアしちゃってますね。1から3面とか1から4面すごいですよあれ本当に。まあ、面白いな。でもね、やってみると なんか同じじゃないかなって思うんだけど、画面並べて自分のスピードランとその人のスピードランを見るとちょっとずつちょっとずつね遅れてってるんだよね、自分の方が。あれがね不思議だなって思うんだけど、全てはね報道をいかに全滅させるかですね、いかに素早く全滅させるかが全然圧倒的に違うんだと思うんだけど、やっぱり、ね、早く全滅させると早く進むんですよ。早く終わって次にね、このチェックポイントだけはどうしようもないみたいな。さすがにスピードランね世界一だからってバスを早く進めるわけにはいかないからそんな感じになっちゃうんだよね。さあ行きましょう。このチェックポイントをもう0秒の差もなくねスタートさせるというのはもう最低条件ですね。このね血のあたりに出てくる、この辺は私もさすがに覚えたじゃじゃーん。さてヘルレイザーであれだね、グレポンの力をいよいよ試させていただきましょう。ヘルレグレポン、ここねやばいから、まあ、この辺はどうってことはないでしょう。はい、 C4 一応投げといて一気に決めるぜ。さあポン、無駄玉でも打ちたくないからね、あんまり連射すると無駄玉になっちゃうから。おーヘルスブーストかかったよ。俺ねグレポンが17発持てるんですよ、何もしないですごいよね。しかも一発一発が 1.5 倍以上のダメージなの、爆発系が増えてるから。すさまでパーティー組んでたら仲間のあれね爆発系のは あれは X か、こっちヘルレは増えないんだね。だとにかく単独でめちゃくちゃ強くなるというのがヘルレイザーの特徴ですね。これは面白いですよ、爽快だしね、すごい気持ちいい。ゾンビが全然近寄ってこれないからめちゃくちゃ気持ちいいよヘルレイザー、私大好きヘルレイザー、面白いしね。やっぱヘルレイザーで上手い人がいると本当ゾンビがねあっという間に消えていくよね、うん、パーティーでやっててもいつも思う。ヘルレイザー X ね、あとエクスタミネーターもね今度紹介しようかなと思うんだけど、この火力爆発系の火力担当の人たちのねすごいやつ、うん、ガンスリンガーも強いんだけれども、ガンスリンガーはなんていうのかな、普通のプライマリーウェポンが強くなってて、あとはあれなんだよね、ずっと弾が持ち続けるみたいな、長く戦えるけど、なんと一発一発のねバカンっていう破壊力というか火力に関してはやっぱヘルレとか X の方が一枚上手みたいな感じになっちゃうんだよね、瞬間火力みたいなのはね。ただ弾切れはガンスリンガーの方が起こしにくいし長く戦えるって印象はありますけどね。よし、じゃあこの調子いい調子できたんじゃない、バス1回も止めてないよ私、これでいいでしょう。今回はねミューテーターで関係ないんですけれども、敵を倒すと C4 も補給されるスキル構成になってるんでね、普通にやってた時もこれならねバッグ拾わないで済むんで他のパーティーに回せるんでね、このスキル構成は便利だと思います。あれだよね、バッグ取ってクレイモアにしちゃうとバッグ取りたくなっちゃうんだよね。ですごいいっぱい植えられるんだけど、いろいろね犠牲にしなきゃいけないスキルもあるわけないね、いろいろ犠牲にしなきゃいけないスキルも出てきちゃうから、やっぱこれがいいんじゃないかなと思いますね。あとやっぱヘルレーでゾンビに囲まれた時にワンチャン C4 投げると C4 にねとりあえず気が向いてくれるから、フレアガンみたいな効果があるからね、あれはねすっごい助かりますねやっぱりいざって時に、うん、この辺もヘルレイザーとかね優れてるなと思いますけれどもね。 X もねマスクかかるスキルがあるから、やっぱマスクかかったりなんかゾンビの気を引いてくれるっていうちょっとトリッキーなやつがあるからね、この辺はすごく生存率高くなってると思いますね。なんでいけないの、敵も来ないし爆弾投げちゃったけど、まあいいか、いっちゃおう弾だけちょっと補充させてもらって、ここは駆け抜ける、いつものごとく駆け抜ける、こんなところで止まってられないぜ、どん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 行っちゃうよねみたいな感じだから、さあ行くぞ、大丈夫大丈夫、クリーパー、クリーパーいないんだ、そうミューテーターが入れてるけど忘れちゃうよねやっぱりいつもの癖で、どんどん行こう、クリーパーが出てきるとしても大丈夫ですねこれなら、うん、あとは仲間が強くはあんまなってないか、ヘルレだからね、 X はね仲間が強くなるんですよ、これがねうまく使うとすごく強くなるからやっぱいいですよね。これは何、ステーショナルマシンが、いいじゃないか、これでねゲートに集まっても大丈夫みたいな。でもねスピードランの上手い人、世界一の人はねもうゲートにゾンビが集まることがないです、はっきり言って、ほとんどないゾンビがね行っても諦めてすぐパーってバラバラねこっちに向かってくるみたいな、そんぐらい早くね前で倒していっちゃいますね、あれはすごいと思う。ほんとゾンビのどこにグレポン打てばいいかとかね、グレポンだけに限らない、どんな武器になっても必ずグレポンが落ちてると限らないから、どんな武器になってもね使いこなしますねうまく、うん、すごいと思う。ゾンビの動きはやっぱね分かってんだね完全に。来たな、行くぜ一発、ちょっと早いか、バラバラだな、マシンガンで撃つか、いやこっちは迫撃砲だ、何をやってるんだ私はこんなんじゃ全然ダメだ、
ファイヤーシャイケー、どん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 あの辺でねバーンって打てるといいんだろうね、ポコンって。やっぱあれがすごい上手いよね。次は私あの辺とか狙っていきたいんだけど、そうやって構えてると正面からとかね、右からとかなんかね違うとこから来るんだよねゾンビが。このランダム要素が面白い。おりゃー、これで C4 でさまず減らして倒せばね C4 もほら復活するからいいよね。いやー、あでもこれあれかスキルで復活してるわけじゃないのかルーターで復活してるのかちょっとよくわかんないけど、あれ殺したら復活するんだよねきっと、違うのかな、まあ、何でもいいやミューテーターに特化するのもなんかおかしいからこのまま行く。チドーン、いや気持ちいいね。あとヘルレーザーはやっぱり一番の魅力はヘルレーザーの気持ちよさ、ドカーンっていくからね。いいじゃんいいじゃん、ああ敵がいないよ本当に。わあこれ楽だ、一人でグレポあった、これも完璧だね。これでマップ中で34発のグレネードグレポンをね振らせることができるからね、すごいですよ。もしヘビーの持ってきてたら34発のグレポンどっかんどっか撃てるからねそりゃゾンビもひとたまりもないわ。もう余裕がありまくるね、余裕がありまくる。キル数が半端ない。ああここでやっちゃおう先に、ほら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 、よし行くぜ。グレポンはもったいないからマシンガンで行け。ドガガガガガガガ気持つ。あれなんか隣にいるぞ、大丈夫か、立つほしい、頼む。よっしゃこいつ片付けて行くぜ、ドリャーザコどもが、あっちゃあだだだだだ、なんか立つほしがやられてないかこれ、大丈夫か、助けてあげないのかみんな。よし立つほ大丈夫か、起き上がってビビーン、もういい、もう一回、ああまだ来てる、ドリャーわーリロード、それ以上いかせん、ここで減らす、ほら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 やったぞ。さあ次に行こう、正面から来てるかな、次は高速道路からだよねきっと。すごい声だ、間に合い、ファイヤー、これでぴったり。いやまだ来てない、マシンガンに向かったけど、いや待て迫撃砲先だろこれ迫撃砲の攻撃力も上がってるからねこれ、うらーパーティー全員の迫撃砲の攻撃力が上がってんじゃなかったかな確か、ちょっとだけだけどね。これはいい感じです。さあここで決める、ここだったな確か、おりゃあいい感じ、ああマスクかかったってことはうまく殺してるってことだね。それ以上いかせん、 C4 これで殺せば、ほら C4 復活した、いい感じだよ。うまく C4 を絡めるとねさらに強くなるからね、爆発系のダメージがとにかく上がってるのはね大きいわこれ。うわあ投げるとすぐ落っこっちゃうギリギリ届かない。あとプリスティージねもちろん5まで上げとくと、あの特殊スキルみたいなのがねいっぱいアンロックされるからすごい強くなりますね。いやーダメだ、全然ゲートに来られてるなんで違うんだ私のヘルレイザーはゲートでこうやって撃っちゃってるよね。ゲートに来させないとどうやるんだろう、本当に難しいわ。ちょっと皆さんもねゲートに来させないヘルレイザーをね練習してみたらいいんじゃないですかね、世界一になりますよやばいからみたいな、うん、まあ、でもこれエクストリームミューテーターのねルールでは私が世界一だから私しかいないからみたいな感じだよね。これ終わり、まだ第2ゲート来るよね確か、ほら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 、チェイ来た、あ来た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 、あれをやっつけて、あちょ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 、なんか少ないな、大丈夫か、あでも時間的にもう終わりだね、こいつらやったら終わりかも、もしかして、そりゃーどうだ、もういないか、第2ゲート来る、もう終わりだよね本当に。あディフェンド、あ終わった、チェック終わった、クリアクリアだね、よしタイマーにセット、タイマー準備、いい感じ、グレポンちょっと残っちゃったな、まあいいか。10分13秒、悪くないじゃないか。もちろんね世界一の人だったらイージーとかで8分でクリアするかな、8分ぐらい、イージーを8分でクリアするか、私もイージーやったけどね8分50秒ぐらいでしたね私じゃ。いやすごい差だよね、うん、悪くないんだけど、悪くない、世界3位なんだけど私もそれでも、うん、なかなかね、なかなか面白いですねスピードラン、皆さんもよかったらぜひやってみてください。じゃあね、うちのチャンネルでは月木金の夜9時からねライブ配信してるんでね、よかったら覗いてみてください。参加型配信とかもねやってるんで、 PS4 版も PC 版も両方やってるんでね、よかったら Twitter の方をフォローしてくれればね、どっちをこれからやります、明日やりますとかね告知してますんで、よかったら Twitter のフォローの方もよろしくお願いいたします。それではラビットでした、皆様の良きワールドウォーズイライフをお祈りしております。おいじゃまたね。